皆さんこんにちは、シドル TBC 凌介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。本日石井凌介最後の取材をもう最後って言っちゃったこちらです。フェアウェイウッドと言っていいから最後じゃないまだあるコブラの LTDX の LS です。それは飛ばしてほしいね。頑張りましょう。はい、おー、どうだ、まあ、コブラの LTDX の LS です。がっかりしたよ。今日12時から撮影してたのよ、私。ただいま9時になろうとしてアルバの撮影で12時集合で5時半ぐらいまで撮影して高校の部活みたいだね。でね、最後の最後に出てくるのがこういうハードなのが来るわけですよ。キュートです。シャフトが最初からツアー AD が入ってます。はい、ツアー AD4 コブラって日本限定の、はい、純正シャフトです、うん、これね 60g あってなかなかハードなのよ。まあ MAX の時ここ、あ、X の時ここにウェイトがありました。 MAX の時にはこことここにウェイトがありました。で LS の時にはここに来ましたっていうことですね。結構重量ありますよね、あの、はい、前方のウェイトも、うん、でやっぱり MAX とかあの X と比べるとこの後ろの奥行きっていうかが割とこうちょっと短くなってる感じがして、ちょっとまあ上から見てもちょっと重心浅い感じもするし、裏から見ても明らかに前に寄ってる感じがするし、まあ本命ですよ。石井さんの本命。はい、うわー、引っかかった。今期のドライバーだとこれが一番飛びそうな感じするけどね。雰囲気うわー、やっぱりどうだ、まあちょっとライナー系だね。でもスマッシュ出てる、スピンも少ないでしょ。なんか石井先生本気が出てきたよ、スピードが上がってきたよ。実戦投入したもんだってこの間ゴルフ場で。あら、そう、めちゃめちゃ飛んでたよ。あ、そう、うん、あのバンカー超えるのっていうバンカーは上げん中超えてました。すげえいい高打ちじゃん。全然怒ってない。こういうのを見たかったんだよ、CDTV で。おっと、でも2700回で入ってるけどね。いやいや、悪くない、悪くない。でも ね、コースで測って2700なんか出なかったよ、本当に。あのね、シダルでね、2700とか3000とか出るとね、石井さん何打ってもスピン多いじゃんって言われるのがね、極めて不服。あのね、ロングだったかな、俺より 4,50 ヤード前に行ってて、で、俺飛んでないのかなと思ったら、俺の球がね、GPS で上がってね、250いくつ飛んでたの。イエーイ、石井さん300いってるよこれ、みたいな。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。スマッシュも出てるよ。なんだよ、ツアーレングス欲しくなってきちゃった。あー、290超えた。いいじゃん。めっちゃいいね。シダっていうか、今日朝から撮影をして9時間目に打ってる球とは思えない。素晴らしい。ちょっとゆっくり打ってみようか。はい、例えば42ぐらいで打ったら9度のロフトでドロップするかどうかっていうのはちょっと了解しようか。本当9時間打ち続けてごらん、本当に。晩ご飯も食べてないんだよ。早い。いや、でも意外と棒球でいい球になるじゃん。43、まあ、もっと遅く。いやいや、大丈夫。リクエストはきっとこういうオーダーでしょ。だから多分限度42、3だといけんのかなって。じゃあもうちょい下げるよ。これだとちょっと危ないね。先でも出てる。まあ、このぐらいだとロフトちょっと増やさないときついかなって感じ。1500、うん、もう一発が打っとく。あ、ダメだな。これはマークさんよく赤羽であんな球打ってるけどね。雨の日ダメだ。まあね、30ヤードランが出る球、まあ、46、7、43、40、まあ、37とこう、まあ変えてみましたけど、
じゃあとっておきのこれを打ってもらいましょうか。スマッシュで、はいはい、今ね2種類試してます。1個がループの JJ っていうですね、JJ、はい、伊地さんのバッグに入ってたやつでしょ。はい、あのだから昨日一緒に回った時に入れたのこれです。昨日だっけ。昨日ですよ。昨日か、はい、もう遥か遠くのような感じがある。昨日小山さんと僕はゴルフをしたんですよ。そうだ、ね、で白山さんは違うところでゴルフしたんですよ。石井先生本当ゴルフ好きでさ、ラウンド終わった後さ練習場で球打ってたからね一生懸命。どんだけ練習するの。あの後僕スタジオ CGA に行って山崎さんと4時間ぐらい話してますから。あすごいね。で俺もこれ打たせてもらったけど、もうめっちゃ重い強い球が出るのよ。ヘッドは同じでしょ。ヘッドは同じ。これね NTDLS の9度スタンダード。ヘッドは変わらない。で一応測ったらフェースのセンターで 8.45 度だってロフトは言っておりました。あ無理だな俺には。ちょっと、うん、練習場で当たったらまぐれだな。じゃあ一生懸命振らないと。うわーちょっと下目。はいちょっとミスった。いけ出てるわヘッドスピード。でもスマッシュ見てる。スピース少ないでしょ。コースで、はい、打ち出し高いかなと思ったら前にグーンといって伸びる球になってたから、はい、おやっぱコブラいいなと思って。あれもう一個何入れたっけ。ローグ ST トリプルダイヤモンド LS でしたっけ。はい、あのねそっちの方がやっぱり安定感はこっちかなって落ち着いた球が出て、はい、でなんだったらちょっとドローちょっとフェードみたいな感じなのね、はい、でこっちはとにかくぶっ飛ぶドーンってなんか大砲みたいな感じでこう前に飛ぶ球になるの。最初ベンタス入れてたんですよ。あのスピードゾーンの時に、まあ、うちにまだスピードゾーンがあるのでスピードゾーンの時に、ま、もちろんあの、例の例のドラゴン大会で商品でもらったから。あそうそう。でベンタスの青いのが入っててそれを抜いて入れたんですよ。浮かなくて。ああ分かる分かる。でちょっと走る浮くのがなきゃダメだなと思って手持ちにあったシャフトでコブラにちょっと瞬間付け替えて今入れてるんです。 JJ って一番ぐらい古いシャフトでしょループの中で。結構古いんじゃないですか、ね、の SX が入ってます。ああちょっと下から入った。ちょっと振ってるからね。スマッシュ出てる。なんかね押す感じがあったよ。あんなに浮いてる球がそんなにスピンが少なかったら面白いですね。来たよ。ちょっと上か。あちょっと上だね。いいスピン量。これでさ上見ねばさこっかけ飛ぶ。いいでしょ。シナルティビ的にはもう OK よ。もっと打ちたいですか。いいね。よし。やっぱ買うかツアーレングス。いやどうしよう。やってるよこれ300いったよこれ。いい棒玉。もうこれだもん300いったよ。やる307ヤード。またヒギデシャンボー出しちゃったからね。いやー飛ぶでしょ。まあ、これでスピン少ないでしょ、まあ、これでコブラが飛ぶって言ったら他のメーカーの人に怒られるけどさ。もういいけど。もうなんか今打とうと思ったらもういいけどっていうか、うん、でもあれでも2500だもん。久々にこのぐらいの数字見たね。いい、うん、今ので73万。やっぱりシダル TV こういうのが見たいよね。もういいよ。体壊れちゃう。もう破れかぶれん、うん、いやー最後だからね。大丈夫明日朝に整体だから。石井先生もそんなにもう若いわけじゃないからね。いや290ヤード以上連発ですよ。もういいですよ。いきますいきます。でもねだって307も出してもらうんで。コースでさヘッドスピードがほら51まで来たから。すごいね51でエッグなんだよ。違うの、あのね、ループ入れてる理由が、
なんだろう、練習場で打ってる数字がコースで出るんですよ。あの練習場で多分48とか50で振ってもコース行ったら1か2なんか少ない数字になっちゃうんですけど、やっぱ負けたくないでしょ。でもコース行ってその数字が出るんで測って、じゃあ練習場でもっと振ろうって気持ちになってきて、なんか球質が本当にいいなと思って見てて思ったんだよね。ラウンドのこれはラウンドで打ってる球、あんな荒っぽい球打ってなかった。ちゃんとこう落ち着いたこう重い球打ってたから。だってこんな打ってないもんね。でもスマッシュで両方開いて、はい、右ドッグだったらいいね。熱いよこれは。右ドッグ左に巻いてたような気がするな。これはまあコースで打ってる感じですかね。うんうん、そうそうそうだと思う。はい、ということでもう十分ですけど、これ飛ぶよ、飛ぶ、ただ全員が飛ぶクラブじゃない、それは言っときます。あのハードヒッター限定、シダル TV を見て石井さんが褒めたら全部買うっていう人いらっしゃると思うんですけど、これは気をつけて。本当にスピンが増えて困ってる人とかはいいと思うんですけど、逆に球が浮かないっていう人はこれ買ったら何にもいいことは起こらないんで、まあ、スピードゾーンと比べてどっちが荒っぽいですか。荒っぽいのはでもスピードゾーンだと思います。そうですよね、はい、意外と打ちやすい感じがありましたよ。なんだろう、こんなに洗練されてるんだったらって思っちゃうぐらい。でも性能はその荒っぽい時の、いいポテンシャルはちゃんとこう内に秘めつつ、でもちゃんとこう周りの体裁を整えてあげて、すごいこう完成度っていうか上がってきてるなっていう、上がってきてるなっていうの偉そうですよね、もう本当にすごいのできてるなっていう感じはします。で一番はやっぱりコブラってその、まあ、それこそ昔から飛距離性能高いし、まあ、すごいことやってるんだけど、なんとなくやっぱりどっかでやぼったさがあったりとか、ちょっとこう扱いづらさがあったのがだいぶこう使いやすくなってるっていうところが今回一番の進化かなと思うし、僕たちが一番聞きたいのは、はい、例えばローグ ST、LS とか、はい、まあ、ステルスとかステルスプラスと比べて、はい、どうなんだっていうことですよ。打感は僕の個人的な好みで言えば、一番好きなのは多分コブラです。打感が好きなのはで、ステルスはやっぱちょっと硬く感じる、ステルスだけで打ってるとそうは思わないんですよ。割とこう乾いた感じで、独特ですよね。そう、これはこれでいいやと思って使っていて、でスピンも少ないし、ただローグのなおかつ僕トリプルダイヤモンドなので、トリプルダイヤを打った後にやっぱステルス打つとちょっと硬いな。あとはいやいや、 LS のノーマルの LS の話をしてくださいな。ノーマルの LS、マックス LS とかいわゆるローグのノーマルのバージョンはみんなフェースが吸い続ける打感なの で、 そうです、ね、よりこうその打感の違い感じちゃうし、で、まあ、ステルスの低スピン感はすごい欲しいんだけど、でもローグ打った後に打つと、まあ、ローグの、まあ、安定感とか、まあ、優しさみたいなものを感じちゃって、うん、ステルスローグどっちに軍配、うん、まあ、一発はステルスだけどな、でもやっぱりコースで使うならローグいいななんて思って、ここのとこローグで回ってるんですけど、打感の柔らかさは、まあ、多分ローグ以上で、低スピン感がステルスみたいな感じなので、そうなってくるとちょっと話が変わってくるぞと。買うか、ツアーリングス。買うか。買うか。あとは気になります。あとは僕GDO さんのトライショットで買ってるんで、それを買い取るか返すかをあと返すこともできるんだね。そう、あと2ヶ月後に決断の時が多分迫るんですけど、一月3000円か4000円ぐらいので借りてるので。まあでも買って試してみてよかったですよ。トライショットの醍醐味を今僕は感じてますけど。ありがとう。トライショットの回し物ではないですよ。ありがとうございました、はい、じゃあ皆さんも GDO を積極的に活用してください。ぜひ活用して。でもね、ジーパーズもあるんですね。試し、あ、ジーパーズ US バージョン、 US バージョンやるのかな、わかんない。
やろうよ、せっかくだから。いやいやいや、 あれだ、重りの重さが違ったりするんだよね。そうなるほど。ペーラーメイドは同じ、日本と同じですみたいなコメント欄がありましたよね。キャラウェイも一緒。本当に？じゃあキャラウェイはヘッドが一緒なのにカタログの表記が違う。面白いよ。じゃあぜひあのコメント欄にですね、コブラが同じかどうかを調べていただいてヘッドが一緒なのにヘッド体積の表示が違ったりする。分かんない、測り方が 20m 違うのか分かんないけど製品誤差だったじゃないですか。あとあの後方のウェイトの数字も違う。ショットで行くか、Gパースで行くか。まあでもあの試してみる価値っていうか、飛びの匂いは感じると思います。あのなら Gパース。キュービーさんに言われたんですよ。飛びの匂いを感じるものはもうすべから全部買うと。その教えに僕も基づいてですね、今試してます。あの方も持ってらっしゃる。素晴らしい。やっぱり。ありがとうございました。ありがとうございます。とてもあの可能性を感じる、すごいクラブだなと思います。楽しみです。ありがとうございました。